はい、僕の化石の源泉という動画でして、私もねよく考えることがあります。うん、なるほどなと。私の好きな言葉はですね、金に糸目をつけずって言葉なんですよ。金に糸目をつけずに買うとかやるとかいろいろありますけども、私は本当に心からそう思ってるんですよ。逆に言うとですね、金に糸目をつけずに払えるものとしか私は付き合わないし、そういうものしか買わないと言ってもいいかもしれません。これはどういうことかというと、前回吉谷さんが R34 とかね、ナイト2000の話をしてくれましたけども、金に糸目をつけないものってあるんですよね。家族をお持ちの方だったら家族に対して金に糸目をつけないと思うんですよ。まあ我慢とかいうね、教育の面で糸目をつける部分があると思いますけども、基本的にはじゃあね、自分の息子さんが病気になりました、手術費が300万いりますとか言ったら、300万は高いから250万に値切ろうかなと思いますかってことなんですよ。思わないですよね。糸目つけないですよね。300万が350万って言われても350万作りに行くと思うんですよ。金に糸目をつけずってことはこういうことなんじゃないかなと思います。金に糸目をつけずに高級なブランド品を買うとか、そういうことではないんですよ。もちろんブランド品を買うのが自分の命よりも大事とかね、そういうふうに思ってる価値観もありますから、そういう方はそれでいいと思います。私はそういうのはたまたま持ってないんですよ。まあ私が持ってるブランドものといったらね、このトラジローグッズぐらいのね、変なねミーハーなもんばっかりですから、まあ二足三本で済みますよ、こういうのは。それからナイト2000も高いですけども、あれもね結局コスプレなんですよ。なりきりたい自分がいるんですよ、そこに。そこにお金が追いついてきたからそれを突っ込んでるだけで、やっぱり金に糸目をつけずっていうのはね、それなりに訳があるということなんですよね。皆さんもそれなりに金に糸目をつけないジャンルってあると思うんですよ。でその金額が結構ね、高いものも安いものもあると思います。金に糸目をつけずにプラモデルを買うとか言っても、プラモデルなんてせいぜいね1万2万がマックスでしょ。そう考えたら別に金に糸目をつけずって言葉はすごくね悪い印象を持ってますけども、そんなにね変なもんではないかなと思うんですよ。そして話戻しますけども、僕の稼ぎの源泉っていう風なね、吉谷さんが気持ちの話をしてくださいましたけども、これは私も全く一緒ですよ。だから自分一人で暮らしてきた時って何のこともいらなかったので、ホームレスまで行くわけなんですよ。ホームレスをしても別に自分一人の責任なんて楽しければいいですからね。歯型のついたメロンパン食べるのも全然へっちゃらですからね。でもですよ、今はそれをするべきではないと思います。拾ったものを食べるところを、多分私をねすごく愛してくださってる方は見たくないと思いますし、今お金もそこそこありますんで、そういうことする必要がないのにやるっていうのはすごく困惑させると思うんですよ。どちらかというと、あんまり値段のことを気にせずに、きちんとサービスとか商品を提供してくださった方に値切ることなくお金をきちんと渡してあげて、その人の商売をうまくいくことを願うっていうのを多くの方は望んでくれてるんではないかなと思いますので、私支払いで値切ったりとかね、ごねたりすることはあんまりないんですよね。まああまりっていうところがね、ちゃんと自分に保険をかけてることはねあるんですけどもね、まあ、基本的にはその無茶な金額のものって私の目の前にはないんで、私の力量に応じたものしかね目の前にちらついてませんから、そんなにね悩むことはないんですけども、やっぱり稼ぎの源泉、多くの方にとってみれば、これだけはいくらお金を払っても惜しくないよってものがやっぱり見つかると思うんですよ。だからそういったもののために、まあお金をねしっかりと考えていくっていうのはそんなに変なことじゃないと思うんですけどね。金をかけるのが惜しいものに対してお金をかけちゃうっていうのは、どうなのかな。それはなんか本当間違いの始まりだと思いますよ。いくら使っても惜しくないものに、例えば娘さんが生まれてね、娘さんにお金いっぱい使うっていう、そういうお父さんとかお母さんいると思いますけども、それ変なことかなと思うんですよ。変ではないと思うんですよね。やっぱり子供とか家族に対してはしっかりお金を使う部分だと思いますし、そういう自分の家族みたいな気持ちで車を所有したりとか趣味をやるっていうのはそんなにバカにできることではないと思うんですよ。まあ唯一ね、何かバランスを欠いてるものがあるとしたら、自分の所得に応じてないものをやるってことなんですよね。自分の所得に応じてしかやっぱり人はできませんので、そういう部分では自分の所得に応じて金に糸目をつけないっていう言葉の使い方になってきますし、自分の所得に応じない金に糸目をつけないっていうのは、これは生活の破綻につながりますから、これは私も肯定できないですけどね。やっぱり使うもの、お金が必要だったらその分だけ自分も頑張ってね、お金を得ていく、そういう手段を用いるべきかなと思います。そのやっぱり収入と支出のバランスが自分の豊かさを作っていくと思います。そうなんですよ。豊かさっていうのは収入がないのにたくさん使うってことでもないですし、収入があるのに使わないってことでもないと思うんですよ。やっぱり豊かさっていうのはこっちとこっちのバランスなんではないかなという気がしますけど、皆さんはどうお考えでしょうか。ではごめんなさい。